どうしたの地図持って。教えてもらった。うわ、女の子の周りくるくる回ってね、アピールしてんだあいつ。はい、ムニママの水着です。あー気持ちいい。まさかムニオファミリーがこれをやることになる日が来るとはすごいよここ。結構過酷だね。モーニーモーニーモーニーよ。おはようございます。お兄ちゃんおはよう。朝の6時半です。お兄ちゃんは起きてベランダにいます。ベランダからの景色です。今日もね晴れててよかったね。お兄ちゃんお腹空いたでしょ。ご飯食べたい。ご飯食べたい。そうだよね、昨日君寝ちゃったもんね。朝ご飯食べに行こう。準備して。はい、はい、じゃあ行きます。モーニーモーニーモーニーよ。じゃあ今から朝食を食べに行きます。どうしたの地図持って。教えてもらった。聞いたの。 I want to go、 I want to go ばっか言ってたけど I want to go わかったよって言われここだよって。あ、じゃあ朝食の場所は分かったんだ。うん、すごいね。ムニオごめん、ママが悪かった。シャトルバスは近すぎて出てない。後でバス乗ろう。あごめん、ママがね朝乗れるって言っちゃったの。あーそれでか。分かった、後で乗ろう。この道まっすぐ行くの。そう、この道をまっすぐ行くだけ。すげーな、森だな。でもほらここ歩いても楽しいよ。わかった。あれ乗りたいな、後でいっぱい乗れるよ。なんかバス乗っけてもらえたね。徒歩5分なのに。ムニオがなんかバス乗りたいって言ったらね、意思が伝わったんで、よかったねムニちゃん。モーニモーニモーニオ。あ、ここが今日の朝食の場所だ。ちょっとラグジュアリー感増してる。めっちゃラグジュアリー感あるよ。ムニオ、こんなとこ来ちゃったよ。バリの伝統的な造形とかを踏襲して作られたんだって、うん、やばいぞ、これプールあるぞ。そこになんかソファーとかあるし。多分あれカランって読むんだと思う。 あれだな、カランあった。カラン、はい、これですね、カラン、はい、今日の朝ごはんの場所はここです。ムニちゃん、ソファーでくつろいでるけど、ハイチェア来るからね。ハイチェア来た。はい、ハイチェア来たよ。Thank you 赤ちゃんだな、まだ、うん、お利口さんだね。はい、今日の朝食会場です。まあ、基本的にビュッフェスタイルなんですけど、相変わらずめちゃめちゃ豪華です。アヤナファーム、ここでね農場があるみたいですね。あーなんかめちゃめちゃあるから選びきれないんだよな毎回な。昨日もそうだったけどね、ここのねオレンジジュースとかマンゴージュースがバチクソうまいんですよ。じゃあいろいろ選んでいきたいと思います。はい、とりあえず一通りね持ってきました。昨日夜ご飯食べないでね疲れて寝ちゃったからね君ね。おいしい。こんな感じでね、パンとかベーコンとかソーセージ、あとオムレツとかゆで卵とかチーズとかいっぱいあるんで、好きなのいっぱい食べてね。じゃあめちゃいただきます。はい、あ、これアイスチョコレート。美味しいよそれ。うわうまいんだ、食べよはい、モーニモーニモーニオ。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになったね。うん、お腹いっぱい。今日の朝ごはんは93万1700円です。ゼロを2つ取ったら日本円くらいなんで9317円。なんでそんな朝食は。調子丸より高えな。うん、まあでもゆっくりできたね今日はね。うん、ムニオは。ムニオね、あっちで女の子口説いてる。どこの国の女の子だろう。どっかの国の女の子を誘ってる。あ、なんか一瞬見えたぞ。 あれだ、いた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 痛いでしょ。あ、口説いてんのあれ。今10倍ズームでお届けしてます。さっきまで一緒に遊んでた女の子探してる。また行った。うわ、行った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 。女の子のところまで行った。行ったよ。うわ、女の子の周りくるくる回ってねアピールしてんだあいつ。さっきからめっちゃアピールしてんだよ。言葉通じないからね、体で表現してるよね。ちょっとうまくいかないんだよな頑張れムニオ。国際交流だ。イタリア人の女の子だったんだ。イタリア人の子に声かけてたんだ。イタリアとインドのハーフなんだ。相当ハードル高い。かわいいね。ナンパ成功した？ダメだった？ちょっと厳しかったか？イタリア人厳しかったか？うん、そっか。まあ人生山あり谷ありだ。いろんなことにチャレンジするんだ。次行こう。次頑張ろう。よし、また行ってこい。モーニモーニモーニオ。お兄ちゃん、何来んの？バス来るんじゃない？バス来る。バス来るんじゃない？はい、そうだね。ほら、お兄ちゃん、バス来た。バス来た。うわー、乗れるって。バス乗る人。はい、未来に。バスが一番嬉しいな、お前は結局はい、もうお兄ちゃんすぐ着くからね。とりあえず一回ホテルに戻ろう。で、水着に着替えてプール入ろう。はい、君たち、はい、今からフローティングブランチというところに行きます。プールの上にね、食べ物とか乗っけてくれて、そこでいろいろ食べれるみたいなスポットらしいです。その前にね、僕らが泊まってるホテルのすぐ近くにアヤナリゾートのメインプールがあるので、行ってみよう。よし、魚だ。行こう行こう行こう。魚もいるよ。ほら、ここすごいよ景色が。見てー、
です。ミニちゃん行け。うわ、行った。わあ、すごい。ほら、絶景だよ。これすごいよ。見て。魚泳いでる。あ、魚の方が好き。バリの魚。バリの魚だね。バリの魚だな。ほら、メインプールこれだよ。ミニちゃんそんな心配そうな顔しないで大丈夫だよ。はい、メインプールの一番ど真ん中のスポットが撮れました。その顔、うわ、その顔すんなよ。パパのこの体を見よ。痩せたねー。痩せたねー。痩せたでしょ。うん、いいじゃん。ぶっちゃけバキ来るって分かってたから、それを目標に痩せたのもあるから。うん、痩せたいい感じや。だってもうこれが余裕で入る。前入んなかったんだよ。パツパツやったん。すごい。じゃあパパ行くよ。みーちゃん行っておいで。座ってよ、綺麗に。座ってるよ。何この大御所感。君それじゃダメなの。この大御所感すごい。いや日焼け止めやばかった。はい、ミニママの水着です。はい、この水着はなんか見覚えがあるぞ。オーストラリアで買ったんだよ。ボンダイビーチで買ったやつじゃねえか。ああ、いいね。めっちゃ帝王世界の後出てる。ああ、まあいいんだ、それはいいんだ。ほら、ムニを見守ってるよ。これめちゃめちゃいいね。ああ、気持ちいい。ああ、すごい楽しいわ。ムニはそこにいます。ムニの超インドア。ムニちゃん来る。ムニちゃんおいで。あ、嫌だ。お、ムニちゃんおいでよ。お、ムニ来た。ムニちゃんおいで。うわ、入ったー。ほら、ムニちゃん、ここでプール終わっちゃうよ。すごいよ、ほら、絶景のところですね。めっちゃ絶景ですね。まあ、慣れるまで時間かかるよね。大丈夫。まあ、みんな泳いでるよ、ムニ。しがみつきかった。猫みたいにしがみついてる。ムニ、ムニ、ムニを。ドリンクメニュー。あ、ドリンクメニュー。お、なんか飲むの。オレンジのね、おしゃれなカクテル飲みたい。ムニオは？ムニちゃんどれが欲しい？オレンジ。オレンジ。オレンジ。ムニもオレンジ飲む？全部英語で書いてあるからわかんねえ。私モヒートがいい。じゃあモヒートで。ムニちゃんもモヒート？ムニちゃんはダメだ。ムニはモヒートだ。ムニはジュース。ジュース飲みたい？ジュース飲みたい。魚のズボン。パパ魚のズボンだな。ムニちゃんは何のズボン？ん？うわ、お腹出んてんな。どうしたその腹。その腹どうした。あ、ごめん。腹ペカオムシ。あ、どうしちゃったそれ。これ無理よ。パパ痩せたのに。笑うんじゃねえ。見て大丈夫。かわいい。かわいいよ。あ、ほら、あ、機嫌悪くなっちゃう。ママが悪いな。ごめん。ママが悪い。ごめんね。うん。お、飲み物来たな。 Thank you。 おしゃれな飲み物来ましたね。ムニちゃんはマンゴージュースです。乾杯。おいしいって言ったね。おいしい。おいしい。いただきました。これすだちかな。ライムだ。ライムか、うん、インドネシアですだちって言うな。あーかん、出てもだ。こういうところやな。パパもいただきます。はい、いただきます。はい。これストロー？ちゃうやろ。あ、サトウキビだって。なんかめっちゃ見られてて、あっちの店員さんたちに、うん、飲めねえのと思ったら、これストローじゃねえのかい。どう見てもストローや。なんか甘いけど全然触れんぞと思ったら、サトウキビか。あ、じゃあ今度こそいただきます。うん、あー、うまい。うまい？あー、いいですね。昼前からの酒、ね、最高です。総武線。総武線？ここで総武線はやめてくれ。ここにいるのに総武線はやめてくれよ。ぶち壊しだぞ。お兄ちゃん、総武線です。あー。動物園大好きだもんな。こっち帰った。こっち帰った。ホテルのお家。あ、ホテルの方のお家。今からね、お猿さんがいるプール行くよ。お猿さんのプール。うん、お猿さんのプールでランチ食べるよ。プール行きたい。あ、よしよし、よかった。じゃあ行こう。プール。ムーニムーニムーニを。ムニちゃん、こっちだよ。いいね、日焼け対策バッチリだ。あー、かわいいね。日焼けは良くないから。それでは今からフローティングブランチ行きます。お、ムニちゃん、バス来るよ。はい、これでーす。車が来る。乗るよ。出発だー。はーい、リバーロビー行きます。今からスリーモンキープールに行くよ。すごいよ、ムニちゃん。なかなかなプールだな、ここも。ここだ、スリーモンキープールだ。 OK、Thank you。 Thank you。ありがとうございます。日本語が上手。スリーモンキープールにやってきました。あそこにお猿さんが3匹います。ほら、貸し切り状態です。ここでね、後でね、フローティングランチかな。もんちゃん、どうしたの。何来た。おいしい船来たの。ん、おいしい船来た。おいしい船来たの。おいしい船。わー、おいしい船だ。すごいね。これがフローティングランチだ。ほら、ミニちゃん、フローティングランチです。
イエーイこれがインスタグラムで見たことがある噂の映えランチだ。まさかムニオファミリーがこれをやることになる日が来るとは。ムニちゃん、美味しい船食べたい人？はい。じゃあ美味しい船食べます。食べます。いただきます。はい、ムニホくんはなぜかあっちで見守っています。パパとママのことをカメラ越しでね見守ってくれてます。まあしょうがない、パパとママでちょっとだけですけど、ここでフローティングランチ楽しみたいと思います。ちょっと新婚旅行気分で今更だな。今更感じ。はい、じゃあシャンパンで乾杯しましょう。はい、乾杯。じゃあ乾杯。ムニちゃん乾杯。はい、乾杯してくれました。はい、美味しい船ここ着きました。座って、ここ座って、ここ座り、入らなくていいから座って。そうそうそう、ムニちゃんはここで食べましょう。フローティングランチの意味がちょっとだけないかもしれないけど、食べよう。はい、ムニちゃん、いただきます。いただきます。はい、じゃマフィン食べましょう。ほら、美味しいよ。あ、食べた。美味しい人、あ、もっとくれ。美味しい、マフィン美味しい。いいですね。美味しいスイカ。フローティングランチの意味が 50% って感じの食べ方だな。美味しいよな、でもな。あれ、それなんだろう、ドラゴンフルーツかな。はい、美味しいランチ楽しんでください。あいつ何見てんの。白人の水着のお姉ちゃん見てるよ、フルーツ食べながら。手振った、あいつ手振ったぞ、あいつ今。うわぁ、もーにもーにもーによ。あ、映えてる、映えてるよ。インスタグラマーじゃないから。なんかよく見るインスタグラマーと違う。インスタグラマーじゃねえから。ムニちゃんの余り物を食べてます。あ、喜んでる。一部陸に上がってるから。決まったのインスタグラマーさんはこういうこと絶対しないと思う。小連れファミリーがフローティングランチをやった場合の現実です。一部陸に登るように陸に置きます。ムニは楽しそうだよ。あ、映えてるね。やめてくれよ。なんで陸で食べてんの。こっちのが楽なの。意味ない意味ないよ。ムニは寝てる。いや、ぶっちゃけこの方が楽。なんだったらテーブル用意してる。すごい座ってんじゃん。映えより食べやすさが大事だったってことに今気づいた。うん、でもいい経験だよね。慣れないことやっちゃいけないなと思ったけど、うん、でもさ、見たことあるじゃん、みんな絶対。興味なかったけど、うん、人生で一回これができたと思うとなんか嬉しいわ。絶対経験しないから、だからなんか良かったです。うん、家族がいるからやろうと思えた。その上で理想と現実も分かったし、オレンジジュースめっちゃ熱いから。あとで氷もらいます。あとこれアサヒーボールめっちゃ熱いです。うん、美味しく食べたいだけの方はレストランでどうぞ。大重視の方は動かしてください。もーにもーにもーにを。無料の面倒見てたら一瞬でどっか行っちゃう。ムニちゃんがそれ担当でしょ、みとくん。あ、ムニちゃんがちゃんと。ああ。オレンジジュース。大丈夫よ、漏れないようになってるから。じゃあパパにチューして。うりゃー、やっと入れたぜ。モーニモーニモーニオ。はい、今から一回ホテル帰るんですけど、見てここ、すごいね、ここなんだこれ。うわー、見てこれ、椅子あるよ、ほら。行こう行こう、行ってみよう。すげーな。さ、ここはだからインスタグラマースポットなんだな。すごいよ、ほら、水の表面に座ってるみたいだね。すごーい。すごいね、ムニちゃん、帰りのバス前乗っけてもらえたね。運転手さんの隣だ、左ですって指示出してる。はい、じゃあホテル帰りまーす。今日もバリのジージ来たな。ほら、ムニちゃんの車来たよ。また乗っけてもらいまーす。はーい、バキのチーズ、絶景ポイント連れてってもらいました。絶景だね、ムニちゃん、よかったね。ほら、すごいよ、ムニちゃん、見て、すごいよ、ここ。ほら、あそこにね、お寺があるんだ、ここに。ワーツ寺院。今から歩いてあそこのお寺まで行くみたいです。ここをずっと歩いていくから結構過酷ですけどね。この道をずっと進んであそこの上のお寺まで行くらしいです。過酷だな。大丈夫かな、ムニちゃん。頑張ろうね。ここの道をずっと上がってくってことでしょ。わ、結構過酷だね。はい、なんとか寺院の上まで来ましたけど、ここでケチャックダンス鑑賞するためのチケットを買うんですけど、もうドロッドロだ。モーニモーニモーニオ。わ、着いた、ここだ。わ、なんかすごい。うわ、すごい、すごいね、なんかコロシアムみたいなとこだな。すごいとこ来てるよ、君、本当に。ここの会場でケチャックダンスを見れるみたいです。ムニちゃん頑張ったね。すごい赤ちゃんだよ。マジでサンセットがやばい。ほら、サンセットだよ、隣。サンセットだ。顔紫外線やばいって。やばいよ、これマジで。いや、すごい絶景だよ、マジで、本当に。で、ここでダンスしてくれるんだ。ケチャ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 って言うんだよ。
ここに来るためにね、険しい道のりを登ってきたからね、ムニちゃん。ここ秘境の地だったんだって。それをこうやって観光地化して開拓したんだとさ。もうママがもう完全に被っちゃったな。めっちゃ人います、すごいな。もうちょっとしたら始まるかな。頑張ってるもんな、やってらんねえか。いろんな方からキューって言われる。フローティングランチにも付き合ってな、わけわかんない山脈を登って紫外線いっぱい浴びてやってらんねえぜってはい、もう間もなくね始まると思うんで、ここでしばらく待っていきたいと思います。もーにもーにもーにを、全く何言ってるかわかりませんけど始まりそうです。ブニちゃん始まるって。始まるの？うん、始まるよ。チパ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 チ始まるよ。めっちゃいいね、サンセットと共に始まるんだな。あ、すごい、なんか来たよ、すごーい。すげえ、消防車来た。何？すごいね、消防車。消防車ではない。すごいすごいすごい、歌ってる。あ、捕まった。わー、嬉しいね、嬉しいね。もーにもーにもーにお疲れですね、君。疲れてるけどご飯食べに来たよ。ご飯出て起きたよ。うん、そうだ、お腹空いたもんな。もう夜だけどね、すごいおしゃれなとこだよ。こんな感じのおしゃれなレストランですが、サミサミっていうイタリアンのレストランですね。え、めっちゃいいじゃん。でめちゃめちゃムーディーでいいね。うん、ピザとステーキとムニちゃんはスパゲッティ頼みました。騒ぎすぎて疲れたな。想像以上にね、気に入ってくれてたみたいでよかったよ。すごい興奮してた。ご飯食べてムニちゃん早く寝よ。ほら、パン来た。食べた。ムニちゃんの腕みたいなパンだね。ね、ムニパン美味しいんじゃない。ワイン来ましたね。あ、ワイン来た。はい、じゃあお疲れ様。お疲れ。乾杯しよう。ムニちゃんもこのいい水です。はい、乾杯。お疲れ様。大丈夫よ。ニュージーランドのワインにしました。美味しい、飲みやすい。美味しそうだね、よかったね。やっとご飯にありつけるな。いっぱい食べてくれ。あ、ベイビー、ベイビーだ、赤ちゃん。え、どこいる？So cute。 ムニちゃん手振ってんの、ずっと。彼女できたもんな。ドイツ人のな、年下のな。ムニちゃんのボロネーゼ来ました。ミートソーススパゲッティ。ムニー見てよこれ、美味しそうね。おでこ、マルゲリータピザ。マルゲリータ来ましたね。いただきます。はい、眠いなお前な。早く食べて帰ろ。あ、食べてる。じゃーん、ステーキです。美味しそうなお肉だね。はい、これ食べてお部屋帰りましょう。ドイツ人の彼女と遊んでるな。すごい経験だな、これもな。国際交流すごいな、ムニオ。14ヶ月の赤ちゃんです。海誘ってんの。あっちにいい景色があるんだよ。赤ちゃん行こうよって誘ってる。ドイツ人の彼女連れてきてくれ。モーニモーニモーニオ。ただいま。ムニちゃんはインドネシア産の牛乳を飲んでます。インドネシアの牛乳すごいクリーミーで美味しいね。何これ。牛乳。よし、じゃあお風呂入って寝ます。明日もいっぱいアクティビティあるからね。みんなおやすみ。いいわ。はい。全く何言ってるか分かりませんけど始まりそうです。ブニちゃん始まるって。始まるの？うん、始まるよ。チパ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 チ始まるよ。めっちゃいいね、サンセットと共に始まるんだな。あ、すごい、なんか来たよ、すごい。すげえ、消防車来た。消防車。すごいね。消防車。消防車ではない。なんだろうね、あれ開けてる。何開けてる。なんだろうね。釘付けになってるな。すごい。多いね。お姉さん来たね。おお、また来た。行っちゃった。行っちゃったよ。行っちゃったね。わあ、すごいすごいすごい。すごいな、この景色とこのダンスとこの観衆。すごいね、ムニちゃん。
かったね、こんなの見れてね。すごい経験だ。お、なんか来た、なんか来たよ。あ、なんだろうこれ、すげえな。何来た、何来た、あれ。あ、またなんか来たよ、ムニちゃん。あれジージだ、ジージ来た。あれは完全にジージだ。すごいの来たよ、鳥さん来た。なんだろう、神様かな。おお、さんではないな、どっちかっていうと鳥だな、ドラゴンかな。あ、また来た。やっつけた。あ、やられた。ムンちゃん、やっつけちゃったよ。カメ、やっつけちゃった。カメじゃない、カメに見えたんだな。反射すげえな、猿。観客席に飛び込んで。バイバイ。あれ、バカなんか盛り上がってるのに。気持ちはインドネシア人だ。めっちゃ好きだね。めっちゃ好きだね。釘付けになってるもん。よかったよかった。あ、お客さん連れてかれちゃったよ。連れてかれたお客さんが一緒にケチャクダンス踊ってる。何でもありだ。すげえな。嬉しいね、嬉しいね。あ、猿来た、猿来た。お、猿来たよ。お、すごい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 。お、戦ってる。あ、捕まった。あ、猿どうなっちゃうの。あ、猿燃やされちゃうんだ。やばいよ、ムニちゃん。あ、猿が燃やされちゃう、やばい。うわー、あー、猿が燃やされちゃう、やばいやばいやばい。え、これガチで熱いでしょ、これ。え、これやばいよ。うわー、うわー、めっちゃキノコ。周り燃えてるけど大丈夫。うわー、てか匂いがここまで来る火の。やばい。おお、すげえ、火を蹴ってる。最後の最後ですげえな。あー、出てきた。これお客さんだろ、お客さん。パチ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 、終わった。めでたしめでたし、パチ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 。はい、終わりです。楽しかったね。待って、人の数やばい、マジでやばいから気をつけて。マジで人やばいな。ちゃんと捕まってね、俺のこと。あー、すごい人。はい、ドライバーのお兄さん。はい、楽しかったね。楽しかったね。めちゃくちゃ楽しかった。むに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 おくん、むに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 おくん。